はい、どうも、ふがくんです。さあ、本日もアークモバイルやっていきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、カンガループロコプトドンだっけかな。あいつをテームしていこうかなと思います。まあ、前にね、カエルベールゼブフォだっけかな。あいつもテームして、ジャンプ力すげえなってなったんですけど、なんかね、プロコプトドンの方がジャンプ力すごいらしいのでね、今回はプロコプトドンテームしていこうかなと思います。で、今回もね、Google 先生に聞いたんですけど、テイムするときはね、なんだっけ、あれ、レアマッシュルームだっけかな。レアマッシュルームでテイムしないといけないらしいので、レアマッシュルーム。まあ、レアマッシュルームはね、あっちの第二拠点の方にいっぱいあると思うので、とりあえずね、第二拠点の方に向かってます。で、プロコプトドンテイムしたらね、高い山から飛び降りたいなということでね、まあこの辺もそこそこ高いんだけど、一番高いのはね、やっぱり火山なのでね、火山から飛び降りてみようかなと思います。無傷なのかなどうかわかんないけど、めちゃめちゃ高いからね、火山。まあとりあえずね、まあ死なないことを祈りましょう。それじゃあ拠点までカットします。この時の俺はまさかあんなことになるとは思ってもいなかった。はい、ということで到着しました。拠点いるよね、ちゃんと。出てないよね。なんか出そうなんだけど、大丈夫なの。ちょっとここ影になってて見にくいな。木を切ろう。よーし、それじゃあ、麻酔矢とか全然準備してないや。まあその前に、お、2個もある。ちょっと2個取ろうかな。お邪魔します。よいしょ、失礼します。滑ってもらいます。死ぬわけにはいかない。タビ夫人、よーし、失礼します。よいしょ、いくぞタビ夫人、逃げろ。よーし、さてじゃあテイムしていきたいんですけど、カストロイデス邪魔なんだよな。大丈夫かな。まあ大丈夫だろう、大丈夫だよな。ということで、よいしょ、こっからねテイムしていきましょう。麻酔や、こいつレベルなんだっけか。プロコプトドン、プロコプトドン言いにくいな。まあ行きましょう。よいしょ、あれ食らってる。頭ちゃんと狙ったつもりだけど動かないね。食らってんのかなこれ。あ、食らった。こいつ。そこだ。よしよしよし。動き回りすぎだろ、マジで。あ、寝た。オッケー。結構早く寝たね。こっからいけるか。いける？あ、いけるいける。やった。よし、じゃあこれでレアマッシュルーム入れれば。お、いったいった。テイム中。テイム効果 100%。レベル40か。まあまあまあ。え、ビーバー攻撃しないよね。俺に攻撃してんのかなこれ。大丈夫だよな。びっくりした。よーし。じゃあ、とりあえずこれで、昏睡値減らないよな、多分そんなに。麻酔薬持ってきてないけど。あ、でも結構早いかも、減りが。レアマッシュルーム1個でどんくらい増えるんだろうね。それによるけど。5%。これちょっと無理だね。うん。麻酔薬持ってこようか。ちょっとね、やってみたいことがあるんですよね。だからちょっとこいつ中立にして、よいしょ、トリケラトプスにさ攻撃して、この盾で防げるのかなっていうのを。レベル5だしね。攻撃したい。ほら来いよ。痛い、食らってる。ブロック、おお、キンってなってる。ちょっと待って、タビ夫人助けてよ。来いよ、こっちに。挟まってんな。あれ、相手にされなくなっちゃった。防いでたよね。でもてか、タビ夫人お前中立にしたよな。あ、俺ダメージ食らってないから攻撃しに来ないのか。あ、そういうことか。へえ、えい。
ブロック来いよ。ブロック、おお、金って言ってる。おお、すごい。おお全然食らわないぜ。おお、めっちゃ吹っ飛ばされる。来いよ、金金おお、すごい。また挟まる挟まるな、お前。じゃあ、あとテイムされるまで待ちますか。はい、ということで 95% まで来ました。もうちょっとだね。ビーバーとかに攻撃されなくてよかった、本当に。え、ユタラプトルがいる。あれ、ユタラプトルだよね。いつの間に。大丈夫かな。あっち行ったわ。よかったよかった。麻酔薬結構使ったんだよね。あ、いる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 。なんだこいつ、やるってのか俺と。おら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 、いた。何今の攻撃、初めて見た。来る？あーし、テーム完了。それはいいんだけど、どうしよう。とりあえず旅夫人で持ってこっから出そうかな。よっこいしょ。よし、あれあれれれ、こっちに、こっちだよ。はい、違うわ、カストロイデスでした。あ、やばいやばい。あ、プロコプトドン、プロコプトドンか。おいおいおい、プロコプトドン倒された。おい、俺のプロコプトドン、デイムシタンに。おい、マジかよ。こいつら、てめえら許さねえぞ。怒ったからな。もうお前ら、もう生かしておけねえな。もうカストロイデス許さねえからな、お前ら。行くぞ、ユタコ。久々だ。ほら。よっしゃ。抑えた。やれ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 。あと？あと2体。あ、死んじゃった。てか、こっからどうやって出んの？ユタコ、こっからどうやって出るんだ、お前。入っちゃったけど。ああ、どうしようかな。また探しに行かないといけないのか。いやー、めんどくさいな。旅夫人探しに行くか、じゃあ。はい、ということで、皆さん、あれから1時間ぐらい、島中探しまくったんですけど、プロコプトドン見つかりませんでした。Google 先生にね、プロコプトドンどこにいるんですかって聞いたんですけど、で、それでね、ここにいるよって分かったんですけど、その場所全部行ったんですけど、一匹も見つけれませんでした。いや、乗ってみたかったんだけどね、乗ってみてね、火山からね、降りてみたかったんですけど、まあ、それが叶わないということで、今回ね、見えてますね。プリティなお尻が見えてますね。今ね、火山にいます。火山の山頂にいるんですけど、ここからね、この、結構前にテイムしたベールゼプフォ、カエルくんでね、名前なんだっけこいつ、ケロッピだっけ、ケロリンだっけ、ケロリンでね、この火山から降りてみようかなと思います。で、ここのね、今いる場所が、火山の中でも一番高いとこなので、こっからこっち側にね、やば、高っ、いけるこれ。行くぞ、ケロリン。ここだ。行きますよ、皆さん。うわ、怖っ。めちゃめちゃ高いんだけど。待てよ。ついてくるにしないとな。よし。行きます、それでは。行くぞ、ケロリン。飛べ！うお、うおあー、落ちる落ちる落ちる。ダメージ食らったけど、でもそんなだな。平気でした平気でした